はい、皆さん、こんにちは。インクスレーベル代表の賀来匠です。今回はですね、ワンタックルにワンルアー。一つの釣り道具に一つのルアーだけで、里側から、汽水域から、なんなら湖や野池から、それから港湾部、堤防ですね、岸辺、それから砂浜、砂利浜、小磯。まあ、ありとあらゆるところで、本当にワンタックルで、たった一つのルアーで、たくさんの魚種を、実はもう、長らくそういう釣りをしてきてるわけなんです。この、普段、僕が個人的に、プライベートでも、どんな釣り方してるのかをですね、皆さんに見ていただくいいチャンスだと思いまして。はい。ということでですね、6月4日、5日にかけてですね、ロケに行ってきました。で、宣言通り、使ったロットはですね、トレスサビア、67サビアという、まあ、UL ロットです。ベイトロットなんですけど。で、ルアーは、これですね。もう、十何年の思いをかけて作った、特殊なジグです。ナッツォジグ。謎によく釣れるので、イタリア語感を入れて、ナッツォジグと命名しましたけども、はい。たった一つのジグ。この一つのジグで、なんと、渓流から沖磯まで、いろんな魚が釣れちゃうジグなんですが、特徴的なのは、ちょっと船型になっております。こういう船底のような形をして、上部が反ってるんですね。で、後ろにブレードがついて、フックが乗っかってるんですが、水平にポールしていく、ちょっと一風変わったジグですので、着底したときに、ブレードの上にフックが乗ることによって、今までのメタルジグと違って、非常にね、根掛かりがしにくい。もうガラガラの岩だらけのところで僕は普通にやってます。で、このジグがね、また本当に渓流魚からサワラ、ブリまで釣れてきてくれる。もちろんサイズはいろいろあるんですけどもね。この釣りをね、今回見ていただこうということで、6月、4日、5日。まあ、5日ですね。5日の朝から夕方まで、しこたま、いろんなお魚さんをね、釣ってきましたので、今回の企画の中で、まずそのワンタックル、ワンルアーでの、お手軽フィッシングということでね、皆さんにご覧いただきたいと思います。では、早速ご覧ください。おはようございます。ここ大丈夫でしょうか。車。バックして。うん、そこまで置いてあ、そこだったらいいです。はい、わかりました。まあ、何時間か釣ることあったら。2時間ぐらいですね、せいぜい。助かった。車ね、ちょっと微妙だなと思ってて、もう誰もいないから聞くわけにもいかなかったら、今、地元の漁師さんだね、雰囲気が。ちょっとバックすればいいって。助かった。さてさて。まずは、サビ、あと IRCT のセットでいきましょうか。こういうところ来たらね、本当にできるだけ地元の方、早く見つけて挨拶して、車止める場所とかね、話をしてるとね、あそこがいいぞとかって教えてくれるからね。声かけ挨拶は大事です。いやー、日が出たよ、日が。まぶしい。朝日が強烈。敷石が入ってて、お、ここで切れてるな。この辺でやってみようか。禁止が入って、あそこ瀬戸の潮が通ってるね。あの灯台のとこも良さそうだな。灯台のこっち側とか、潮が右から左かな。となると、あの灯台のこっち側がインサイドがいいかもわかんないけど、とりあえずここからやってみよう。よし、トイレ。
寒いよ。朝一寒い。サマーパーカーじゃ。お、もう着底した。とりあえず巻き巻き。意外にね、朝一ってさ、この時間帯ってね、意外に昼の魚が起きてこないからね、まだ。あんまり、まあ、漁師によるんだけど、朝早いっていうのもね、そうそう、意味があるもんと、ぶれ、送った。大きい、いきなり食った。ドラグジジって言ってるぜ。おい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 。いいぞ、いいぞ。よっしゃー。なんだこれ。お、外れちゃった。お、キジハタだよ。キジハタ釣れたよ、いきなり。ちっちゃいけど、キジハタくんです。いるねー。よいしょ。待ってねー。ほら、朝一一投目、素晴らしい、キジハタくん登場、最高じゃん。はい、ルアーはナッツジグの 5.5g、 そのまんまパッケージから開けてそのつけたまんまです。フックチューンもしてません。ねえ、もう少しピシッと合わせた方がいいし、ドラグもちょっと締めた方がいいね。よっしゃー。いやいや、サンキューサンキュー。ありがとう。よし。いいねえ。いいんじゃない？ちょっと遠くに投げてみた、今。力が入っちゃう。少しドラグを締めて。うん。まあ、今ぐらいのドラグでもいいんだけどね。気のいいとか。大きいのが来たら切られちゃうかもしれないから、あまり締めずに。よし。ねえ、巻きで飛びついてくるでしょ、キジハタも。昼のね、あ、そういえば僕島根県によく沖堤防に瀬渡し船で薄暗いうちに渡って、で明るくなったらリグを用意してキジハタ釣ってたのよく、こういう堤防際のね。でやっぱ基本的にジグヘッドにはの巻きの釣りで釣ってたんだけどね。お、また中だった今。ガツガツ当たってくるのはすごいな、ここ。ほっほー、いいよいいよ。この敷石があったでしょ、あの敷石の切れたところの周りを狙ってんだけどね、今。とりあえずはもう巻くだけの釣りで、何が釣れるかってとこだよ。いやー、気持ちいいな。最高だ。今僕がやってる釣りはさ、本当に初心者の方でもね、キッズでも初心者の女性でもね、全くやれる釣り。まあ無理に難易度のある高いベイトタックルでやる必要はなくて、まあ普通のね、セットで1万円くらいのスピニングタックルがあるじゃない。それでね、結果が出せる釣り方をね、今回は軸にお見せしようと思ってます。で、この港湾部のいろんな魚を相手に、
この初夏のひとときをね、昼間の釣りを、安全で快適な釣りを楽しむためにのアドバイスとしてちょっと見ていただければいいかなと思います。かといって僕のようなベテランでもね、楽しいんだよこの手の釣りは。うん、ほんとこうやって堤防に腰掛けてやれる釣りが好きだよ僕は。大体まあじじいになったからじゃなくて若い時からそうなんだ。今度は堤防に平行に基礎石回りをずっと平行に引いてくる釣り方。基礎石の落ちたところにいるのか上にいるのか、その辺をちょっと探ってる感じだな。おしくた。お、こいつはさっきより全然大きいぞ。竿曲がってます。おー、突っ込む突っ込む、なんだこれ、よいしょ、おっしゃ、大丈夫大丈夫ですか今日。いきなり岸谷太くんが2連発で、ほら、いやいやいや素晴らしい、イエーイ。どうよどうよ、朝から2連発だぜ、5投で2匹ぐらいだ、いいね。ね、大して難しいことやってないでしょ僕ね。投げてそこ取って巻くだけで、ナッツジグはさ、こういう敷石の上ボトムにつけても根掛かりしにくいからね。だから本当にね、どこでも誰でもね、結果をね出してもらえるルアーになってるので、はい。ということでね、ナッツのね、戦闘力をね、ちょっと垣間見ていただいてますね、今ね。いやー、ありがとう、ありがとう。はい。で、僕、ほら、フルグローブです。僕のね、夏の釣りは基本的にフルグローブ。うん。特にこういう、カサゴで蒸して、カサゴにしてもそうなんだけど、キバ系の魚釣るときはね、フルグローブです。はい。で、フォーセップで。ダブルフックしっかりかかってるよ。地獄がかりしてるよ。完璧じゃん、このフッキングが。よし。はい。2匹目ありがとう。サンキュー。よし。いや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 、恐れ入りました。最高です。この敷石の落ちたあたりをトレース。以前、岡山の堤防、離島のね、下津井。諸島の離島に行って朝一でね、あーすごいな、これ全部キジハタだぞ、これ集まってんな。釣った時にもね、こういうのあった。あの時はミニマルをそこまで沈めてそこから巻いてくる釣り方でさ、キジハタが同じような調子でガン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 って食ってくれて、よし。わあ、こんな釣り方したらさ、僕もう2時間ぐらいでいいやなっちゃうよこれ。一日釣らなくても。まあキジハタはね、かなり追っかけてくるからね、昼はね。
夜と違って、岡山の時はね、そこ深くって水深が15ぐらいあって、15メーターのボトムがずっと巻いてきて、で回収、ミニマル回収しようと思ってこう見てたら、上がってくるミニマルの後ろから切り下とかブワーッと食ってくるのが見えたりね、こんな上まで追っかけてくる、おおまた食った、あーバレたちゃんと合わせなさい、まだドラグ緩いな、もう一回り締めよう、キジハタの巣窟じゃねえかここ、すごいな、今通したコースはフッキングさせた上でバラしたんで、ちょっと休憩させて反対側狙いましょう。これは沖に張る、この辺ね、多分岩盤帯なんだよね、ボトムが沖に向かってこう出てる感じ、その岩盤周り狙い、よっしゃよしまだドラグ締めていいな、よし、なんだキジハタか、またまたキジハタだよ、どうなってんだここの海くこれすごくない皆さんねえ、これ動画じゃなかったら同じ魚を何匹も写真撮って見せてんじゃないかって思われるくらい、あの兄弟みたいな、兄弟みたいなじゃなくて兄弟なんだよ、全部一匹のお母さんから生まれた子だと思うよ、それがこの辺に何匹もいるんだと思う、わあやばいね、大爆鳥だね、大爆鳥ですね、これかかり方見て、これがねナッツのフックのかかり方の特徴的な地獄がかり、あ外れちゃったかな、今内外からかかってたんだけど、バタッとバレて入っちゃった、はっ、うっと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 、今フック外してたらね餌吐いたよ、そこそこのサイズのカニ、あ反消化してる、これ親指の爪よりちょっと大きいくらいのカニを吐きました、ありがとうね、おかえり、うーっていった、いやーどうですか皆さん、これ最高じゃないね、でっかい魚釣ってるわけじゃないけど見てても楽しそうでしょ絶対楽しいよ釣り人ならこれが楽しくないわけないよ、今あのフルキャストしたところのオープンのボトムで着底でほぼ食ってたね、ファーストキャストの、みんな昼間にキジハタとかやんないじゃん、で案外昼釣れるんだよ、こうやっているとこ行けば、場所によるけどさ場所によるけど案外ね長くこうやって釣りしてると結構当たるんだよ、昼間に釣れる場所、特にあのキジハタはこの朝一活性が上がってるんで、朝一の釣りはねあの結構おすすめです、まあ、島根県でね僕はよくさっきも言ったようにやってたんだけど、でいい場所に行けばさあの40オーバーでもね普通に釣れますよ、うん、
それをやりたくって、島根県のね浜田市の沖堤防なんかに行ってたもん。たくさん釣れないんだけど、それでも3匹から多い時で5、6匹ぐらいまでは朝一で渡って、昼にはもう帰るっていうような感じでね。もう昼間になったらほとんど食わなくなるんで、まあ朝一だけ釣ったら、あとはあー当たる、すごい、このなんだろう、このオープンの中にキジアタいっぱいいるみたい。こうまた当たってる、よっしゃもう笑いしか出ないすごすぎるポテンシャルが。お、これは今までで一番でかいぞ。おお、突っ込む突っ込むうー、突っ込む突っ込む、よいしょー、でっかいの来た、でっかいの来たと思ったらカサゴくんだ。うっ、でかカサゴ出ましたキジハタより大きいかもしれないはい、こんなバイト。口開けてくるからさ、キジハタより重く感じるね。というかこの子は多分体力が、キジハタより体力があったんだと思う。よく引いた、立派なカサゴです。よし、サンキュー、キジハタさんにカサゴ1、わずか20分かそこら辺の出来事です。とんでもない悩みになってます。よし、サンキュー。いやー、伸び伸びフルキャスト IRC って気持ちいいぞ。ちょっと活性が上がってきた感じもあるね。あの日が上がって、多分今一番いい時間帯なんだと思う。潮の流れもね、来た時より強くなった。一番流れるところ、流れてるところはもうあの海面が白が立ってるもん。多分それで活性上がってんだよ。いやー、メバル釣り大好きの僕からすると、今日の根魚はみんなのメバルサイズなので楽しいよ。うん。でメバルのほど難しくなくてさ投げて巻いてりゃ食ってくるという。カサゴも巻いてくれる、食うでしょ、釣れるんだって大分でも広島でも山口でも、まあ今回長崎だけど、この釣れる時ってね、本当にね、昼間は特にそうだよ。でこの5月6月7月なんてっていうのはね、あの小魚を追っかけて食うようになってるので、まあでもさっきのキジハタはさ、カニ食ってたじゃん。カニ食いでもやっぱり小魚が目の前通ればね、襲ってくるんだよ。まあその辺があの水温が低い時期とはちょっと違うところだよね。いやー、なんて幸先がいいんでしょうね。えもういきなり一投目ですよ、キジハタ。いきなり、そして3連発で、それからでっかいカサゴ。うん、まあ全国ね、あちこちに僕釣り行きますけど、さすがにこんなにいい調子でね、なあのジグでねパンパンと釣れるのもそうたくさんあることじゃないので、大変ちょっと恵まれた場所へね、まあ単純に場所だけじゃない、タイミングもありますから、季節であったり潮であったり。まあ本当に今日はね、素晴らしくいいタイミングでポイントに入れたんじゃないかなと。しかも初場所ですからね。うん、この乱岸しながらどんな魚が釣れるかわからない状態で、ロケーションを見ながらね釣りをしていくっていうのは本当に心躍る素晴らしい遊びだと思います。はい、もうなんだかまだ5時半から釣り始めて3、40分しかまだ経過してないんですけどかなり満足しちゃってるようなとこありますけど、はい、じゃあ続いてどんどんやっていきましょう。
ジグでいい感じで釣れてますが、比較検討の意味もあってですね、ここでジグヘッドワームに変えてみましょう。まあ、海の小物釣りといえば、やはり一番ベーシックなリグでもあり、うん、多くの方がね、たくさん使われている方法がジグヘッドにワームということですけども、まあ朝一からそのハタが釣れたりしてますので、アジングやメバリングで使うものより少し大きめなワームをねセットしてみます。小さければいいってもんじゃないですからね、大きい方がよく釣れたりもするので、はい、うん、これはテールマッカートニーという、グラブという形状のね、こういう尻尾がプルッと丸くなってるやつですけど、はい、テールマッカートニーというグラブ、ワームの S サイズ、もっと大きいのもあるんですよ、ナイトキジハタなんかででかいのを狙うときはね、もうこの倍ぐらいのやつ使います。でジグヘッドも、うん、一般的なね、あのアジングメバリングよりずっと重たい 5g をセットしてます。はい、じゃあ続いてこれで試してみましょう。まあ、同じ場所でやってね、どういう変化があるのか、その辺も見ていってください。やっぱりね、同じ場所の放り込んでもメタルジグの方が何だろうな、底を取るのに水切れがいいというか、うん、やっぱりジグの方が手返しは早い。ワームはね、少し流れに持っていかれますね、潮に。底に着くまでに時間がかかるのと、底に着くまでの間にちょっと流れにね持ってかれちゃいます、どうしても。釣り方は全く同じ、着底させてそこから4回5回巻いてまたクロッチを切って落とすと。でそこから巻いて落とす、巻いて落とす繰り返す際も、ジグヘッドワームよりも同じ 5g なんですよね、うん、僕はさっきまで使ってたメタルジグがナッゾジグの 5.5g ですから、わずか 0.5g しか違わないんですけど、そこにつけて落とす、そこにつけて落とす、これだけの単純な作業でも、お、食いました、おーしよし、食った食ったさすがー、なんだ、よいしょ、はい、まずはカサゴ君、まあ定番ですね。よし、どうでしょう、はい、こんな感じ、うん、で立派なカサゴ君です、いいサイズだな、このカサゴ、はい、まあ、説明してたのが、着底感がね、ボトムについた感じがやっぱりメタルジグの方が分かりやすいって、うん、ワームの方がちょっと分かりにくいけど、はい、ありがとうね。いやー素晴らしいね、立ち位置を変えずに同じ場所からこれだけ釣れてくれると本当に楽だし楽しいし、うん、でまあ僕が今やってるのはもともと一般的にはねライトゲームと言われるスタイルの釣りなんですけど、今お見せしたように使ってるジグヘッドが 5g でしょ、うん、ここがね結構問題なのよ。何が問題かというと、
ほとんどライトゲームを楽しんでる方でほとんどの方が5グラムなんて持ってないです。5グラムあるか、近年ね3グラムでもねでかい重たいと思ってる方がものすごく多いんですよ。うん、まあ確かにアージングをやろうとすると3グラム5グラムっていうのはね、あのなかなか使わない重さなの、それはよくわかるんだけど、でもね昼間に寝盛り主体で今僕がやってるような釣り方しようとすると、あの逆に1グラム前後はね釣りになんないですよ。本当に本当に釣りになんないですからね。明かりも何にもないし、この潮流に影響されて魚がどこに溜まるかっていうのをその岩盤帯とかね根で探すゲームですから、大体アジを除けばほぼほぼそういう釣りになっちゃうんです。そうすると5グラム7グラム14グラムくらいまで僕たちは使うんですね。うん、となるともうライトゲームって呼べなくねって感じになりませんか。ということでね、なので、ここ近年 4,5 年かなミドルゲームと呼ぶようにしました。ライトゲームと被験して比較してね、それよりも少し重いもの、少し大きいもので、糸もちょっと強いものを使うのでミドルゲームと名付けて、うん、僕のあのお友達たちがね名付けたんですけど、だから今日僕がやってるスタイルはミドルゲームだというふうにね理解していただいて、今後はミドルゲームという呼び方をねキーワードにまた新しいのね釣りの展開をしてもらえたら、とーひったくった、おっと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 こりゃいいぞ、これはキジハタかな。おーメタルジグもよく釣れるけど、おっしゃーキジハタすごいな、また釣れてくれました、ひいいえいすごいよ、同じくらいのサイズなんだけど、やっぱキジハタ君はよく引くね。竿の曲がり見たでしょ、これさっきカサゴの方が大きかった、カサゴの方が太かったし大きかったんだけど、強いのはもうキジハタの方が、これ遊泳力の問題だよね。いやーよく釣れてくれる、はいこんな感じ、素晴らしいね。まあキジハタってねもっと大きくなる魚なので、うん、こういう小さい子はねあのぜひオールリリースで皆さんもお願いします。カサゴはねさっきくらいのサイズがあったらもう完璧な制御なんですけど、キジハタは基本的にもう30センチ以下は放流っていう、そのなんだろうな、まあルールじゃないんですけど、山口県はちなみに30センチ以下は放流です。山口県ぐらいかな今その辺のレギュレーションがあるのが。でもまあね、末永くみんなで釣りを楽しむためにも、はい、できるだけ小さい個体は逃がしてあげましょう。僕はまあほとんど持って帰りませんけど。餌吐き出した、餌吐いたよ、これなんだろう、エビ食って、エビのようなカニのような、はい、これちょっと爪のあるで甲殻類を今吐き出しました。形はエビっぽいですね、あ爪に見えるんだけど反消化しててよくわかんない。根魚くんたちはこういうのばっかりね基本的に食べてるので、はい、多分この海峡部の底の岩盤帯にあのエビがいるんだと思う。はい、あ、サンキュー、はい、おかえり。今のキジハタで終わりにしようかな。よし、じゃあまた違うロケーションを求めて、うん、あの灯台のところもいいし、
このテトラも少しやってみたいな。足場よろしくないんだけど。全部ロックエリアだね。岩がゴロゴロしてる。わー、当たった。このボトムゴロゴロしてる岩の向こうがいいみたいだな。よっしゃった。おっしゃしゃしゃ。お、でかいでかいでかい。お、これでかい。これはやばい。やられそうな感じ。おっしゃ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 。取ったぞ。なんだこれ。うお。いや、重たい。なんだこれ。でっか。でっけえよこれ。ギャップになってるか見える。でっかい。なんだこれ。でっけえですこれは。これはでっけえかな、でっけえかな。潜られてやられるかと思った。もうちょっと強引に行ってもいいんだけどさ。あえてドキドキやりながらするのが好きなんで。いやー、立派だね。楽勝三畳オーバーだよ。トレーラーマームが良かったかな。よし、くっちゅとかちょ、はあ、さあお帰り。さてさて、地図をねチェックして、あの Google Earth の航空写真でこういろいろ見てるんですけど、どうしようかなと。まあ本当にラッキーなことに朝一初めて入った場所でね、かなり楽しい釣りをさせてもらったので、まあ、ちょっと大幅に移動しようかなと。60キロほど、ちょっと1時間ちょいぐらい車走らせて、全く違うエリア、ね。業種も少し変わるかなと、5、60キロ走れば。案外ね、北と南で5、60キロも走ると、変わるもんなんですよ、魚がね。うん。なんかね、もっと違う魚種も釣りたいなと。さて、到着しました。うん。ご案内の通りね、これずっと、あの山の方までずっと湾になってて、右の奥の方が、かなり大きな漁港になってます、この奥がね。あれだね、静岡の西伊豆の方とか、あと和歌山とか、勝浦とかなんか、まあ、地方の、にありそうな、割と大きな湾なんです。で、こういうとこ来るとさ、まあ、対岸側に堤防が見えるよね。で、僕の左手にこう堤防があるんですけど。じゃあ、僕がね、どんなところを狙うかというと、堤防ではなくて、地形の把握ね。堤防はね、高確率で釣り切られちゃってます。だから僕が狙うのは、足元のアンジュレーションね、水深とブレイクの存在とかがあれば、こういう、ね、護岸沿いの方が、僕の主戦場になってます。はい、ということで、僕のベースのコワンタックル、FXBTS67UL トレスサビアに、2024年4月発売となりましたインクス、僕の相方の地球さんの手によるね、フルチューンドマシン
フルキャストマシン IRCT に P が四つ編みさんのですね、ボーンラッシュの 0.85 でリーダーはクレハさんのところのシーガーのグランドマックス FX の 2.5 でルアーはどこでもいつでもジグナッツジグの 5.5g 定番公安部のひとまず定番ですね。はい、じゃあこれで期待して一投目投げてみましょう。ちょっと風が強い、ハット飛ばないように気をつけないといけないな。よし、着底、もう巻くだけ、巻いてクラッチ切って落とす。まあこういうところ、なんでベイトタックルばっかり使ってんだろうと思われるかもしれないけど、根を釣る釣りってね、やっぱりベイトタックル便利なんだよ。そこ取れました、巻きました、切りました、もう本当にワンタッチでこうベールを起こしたりする必要がないんだよね。渡った着底から巻きます。おっしゃー、これはカサゴじゃないな、すんごい当たってくる。これ全部ベラベラです。こういうねコンコンコンってくるのは、よっしゃ、ヒット。これはベラじゃないかな、ベラかな、かカサゴだ。カサゴはやっぱり一発でヒットするんだよね。はい、かわいいカサゴ、とりあえずかわいいカサゴ。うん、フォーセップ出陣です。これがね一番魚の口を痛めにくいで、僕はフィッシュグリップも使いません。フィッシュグリップはね、やっぱ魚痛めちゃうので、あの唇持った方がずっと楽だと思ってます。魚がね、で今ちっちゃいカサゴが釣れましたけど、これがね朝一とか夕まずめだとでかいのから先に食ってくる、時間は1時間ほど移動してきたので9時半ぐらいかな今、約10時だね、9時47分。5時半から釣りを始めて、あとご飯食べたり移動に1時間ぐらいかかってるので10時近くなっちゃいました。うっす、やっぱり岩がゴロゴロしてで、今でもスタックしないでしょ、外れてくれるでしょ。これがナッツジグのいいとこなんです。すごく安心して使えるよね、結構ガラガラしたとこでも。全く根掛かりしないわけじゃないけど本当になくなりにくい。多分いろんなジグがあるけど、おそらく一番なくならないジグじゃないかな、こういう釣りしてたら。みんなね魚釣りたがりすぎてアシストフックのねむき出しなのをね4つもつけたりする方が多いんですけど、おーこいつはいいよ、こいつはいいよ、よし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 、出た、でっけえ、あアシストフックかかってるよ、ほらこれハゼクラ用のアシストフックがヒットしてますよく引くなぁ、相変わらずここのカサゴめっちゃ楽しいよ。このハゼクラ用の、うとととととと、おかえり、はい、ハゼクラ用のアシストフックね、なかなかいいよ。ちっちゃい魚、あの口のちっちゃい魚ね、ハゼとか、まあ、ハゼ口がちっちゃいわけじゃないんだけど、サイズがちっちゃいからね、キスとかハゼとか親ビッチャだとかスズメダだとかウミタナゴだとか本当に何でも釣れる。
もういきなり釣れてるじゃない。でこのこういうポイントでもね、日々釣れる距離っていうのが、よし、すごいね、連発だね。誰もやってない場所に来るとね、こうなの。おう、キジハタ出た。これもアシストフック。これいまいちスイッチが入ってない証拠なんだよ、これ。とってね、はい、キジハタ君でした。キジハタもね、ジグでよく釣れるんですよ。皆さんやらないから知らないだけで。うん、はい、ありがとう。怒ってる怒ってる。6月ったって6月、今日は6月5日。うん、中潮の2日目とかそんくらいかな、潮は。あの巻くだけで食ってくるっていうのがね、 すごく爽快で楽しいです。ねえ、根をこうしつこくネチネチやらないと釣れないイメージ皆さん持たれてると思うんだけど、普通に巻くだけで釣ってる、上手さっから。特に昼はそうだからね、夜と昼がね、そこ明確に違うので、あの夜と昼の釣れ方をね、絶対同じように考えないことです。おっ、ちょっと遠目に魚がいるっぽいな、なんか。でもいいサイズのカサゴが足元で出たよね。まだちょっとよく分かんないって。よっしゃ、うわー、もう本当にマンションだよ、これ。すごいな。よいしょ。みんなアシストフックだよ、どういうわけか。この白い糸に興味があるのかな、ひょっとしたら。皆さん、優秀だね、このアシストフック。優秀です。なかなかね、こんなにポンポン釣れる場所がそうたくさんはないんだよね。でも和歌山なんかを一人で欄干して回った時も、これもあの道路沿いから、道路端からちょっと海に出っ張ったような、こういう護岸があって、そこからね、でかかったな、あの和歌山の串本のカサゴは。全部30センチぐらいあったよ、その僕が見つけたポイントには。ああいうのもね、まだ残ってんだよね。串本のその場所なんてね、もう堤防行くと人だらけなんだけど、移動の途中の道路端の方がはるかに魚が多いという、こんな感じで今やってるような、この凄まじいぞ、この食い方。前回よりすごくないか。おお、でっかいの出ました、でっかいの出ました。これはさすがに、さすがにアシストフックじゃないな。うう、掴ませてよ。うう、ちょっと待って君。ううう、掴ませてくんない。えい、よっしゃ。今度は本フックにバッチリ。しかもよく太ってる、これ。最高だね。
こう喋って説明してる間にどんどん釣れる釣りって最高だね。まあロケ向きだから来たんだけどね。今日プライベートで来てたら僕今日ここ入ってないからもう釣れるの分かっちゃってるんで、うん、釣れるの分かったとこで釣るよりも新しく釣れる場所を探す方が僕は好きなのでね、今日は皆さんにお見せするためにあえてこの釣れるのが分かってるとこへ来ました。お、やったやったやった、血が乗ってた、ほら、あらららやったよ、待ちかねたよ君。この子がねかかりにくくって邪魔するんだけどね、よく引くから好きなんだ僕。これ夏になるとどんどん増えてくるからね、オハグロベラ、笹の葉ベラ、あと九千ベラはねちょっと釣りにくいけど、この辺はねよく食ってくれます。よいしょ、よしよいしょ、よっしゃー、と曲がってます、竿曲がってます、おー、あー、すでかいよ、やっぱテトラ方向に投げたらサイズが上がったね。うっ、よいしょ、重たい重たい重たい、うーよっ、でかい緑色のカサゴ、赤くないねえ、おーし、グッサイズ、よっしゃ、真っ赤でネチネチした釣るね、テトラ際でちょんちょんと踊らせて中にいるでかいやつを引っ張り出そうという作戦。ああ、よし、外れた、おー、食った、外したら食った、ハンゴフで食いました、外したらドッカーンと、いい、よいしょ、これもグッサイズ。もうちょっと困ったな、釣れすぎて嫌味になるぐらい釣れちゃってるね。爆裂レンチャンを味わって、うん、勢いよと昼休みにどっか美味しいコーヒーでも飲みに行きます。いやー最高。さあ今日のラストコース、汽水域です。川、さっきこのあの山の裾野の方でナッツの 3.5 グラムを投げたら、ね、あの、ウグイが釣れました。ちっちゃいウグイが。うん。よし、ここで、何が釣れるのか楽しみですね。さあ、汽水域の河原です。ここはね、満潮になったら、この上1メーター以上かな、うん、あの黒くなってるとこは完全に水没するんですけど、もう一つさらに上、富士壺がついてるとこは全部水に浸ります。当然この辺は川の中になっちゃうんだよね。で、砂止めのこれが何だろうな、コンクリートなのか鉄なのか分かんないですけど、パイルですね、砂止めパイルがずっと張ってあって、そこ少し水が出てる。こういう真水が、同じ汽水域でも真水が入り込む先っていうのは、うん、汽水でもね、いろんな魚が釣れてもおかしくないです。あ、右が上流、左が下流なんだけど、これもう揚げ潮が入ってきてるね。この動き明らかだよね、入ってんな。風じゃないね。明らかに潮上ってますね。ちょっと舐めてみよう。あ、しょっぱい。もう完全に
これは海の水だ。チャンスあるかも。いいタイミングかも。潮水が上がってきているので、うん、今回のロケはこれが最終コースでね、ここは実績場所なので、あとはその登ってくる潮とそれに一緒になって登ってくる魚とのね、遭遇の問題だけだから、ある程度粘る必要があるかもしれないんで、と頑張ってみます。できればハゼかキス釣りたいんだよね。いてくんないかな。お、食った。おお、すぐ食ったよ。海岸側でバレるなよ。ゆっくり持って帰ろう。アンカーついてます。何かな何かな。ボトムポン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 ってやったら食ったよ。ふぅーキスー出ました。ほら皆さん見てください、これキスで、アシストフック、このハゼクラ用のアシストフックはね、この時期のピンギスには効きますよ。いやいやいや、最高じゃん。素晴らしい。写真撮りたいね。おお、気合入ったぞ。ナッツ入れて一投目で。いいね。近くはどうだ？今、対岸近くまで投げたからね。真ん中見よすじどうなんだろう。着底させて。お、もう当たってきてる。うわぁ、上流へ流れてるよ、リグが。ボトムでね、ぴょこたんぴょこたんさせて、ちょっとずつ巻きながら、ハゼもキスもほぼ同じ。おお、食った食った。おお、強い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 。これはなんか違うもの食った。なんだ。おーい、なんだなんだこれ。お、いや、なんだこれ。ああ、割れるな。よいしょ、なんだこりゃ。何、ちょっと僕わかんないんだけどこれえ、長崎ってこんなのここ3回来てるけど初めてだよこれ。なんかグーグー言ってる。わあ、なにこれ、グッグッグって。これなんだろう、これなんだろう、グッグって言ってるよ。え、なんだこれ。あと帰ってから調べよう。いやー、よく引いたな。なんでしょうか。なんですよ、最高じゃんよし、
いや驚いたよ、こんなもんいるんだ。30センチ落差超え、20、いや30ジャストぐらいだ。ナッツジグの 5.5 グラムです。しかもなんとアシストフックに食ってたからさ、ハゼ用の曲がっちゃったよアシストフック。いやありがたね最高。よし、サンキューサンキュー。おーすげえ、タフだなこの子。いやーびっくり。今の魚口の形からしてカニとか食ってそう、ボンフィッシュみたいな口してたよ。またひっくり返ってんの、足ちょっと、お、釣れた釣れた。根がかりした。コロンコロン当たるよと思ったら、釣れてた。え、2匹目、やっぱりね、アシストフックだよ、これ。うん。アシストフックに食ってます。よし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 。素晴らしい。何度もコロコロするから、あれ、違和感のかなぐらいしか思わなかったけど、ちゃんと立派なキス君でした。ああ。言うこと聞いてくんない。はい。どうぞ。ナッツキスです。よし。好調だね。どうも宮筋の真ん中より向こうの方にキスが上がってきてるみたいだね。遠投した時だけバイトが出てる。この辺で出てほしいんだよね。流れが変われば足元でも釣れるんだろうけど、どうも向こう側にいるみたいだ。最初の1匹も今の2匹目も遠いところで釣れちゃった。あーでも今日のロケはもうお腹いっぱいいっぱいだね。いろんなものたくさん釣れてもういいかなって感じはあるけどで、キスも3匹釣れるとこ見ていただいたし、なんか十分な気がするよ。欲を言えばシャクギス1本欲しいな。でかいのがドーンと。よし、よし、来た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 、また来た。あっ、よしよしよし。いえいか。おお。よいしょ。どんどん好調になってきます。はい。どこ行くのかな。ああすぐにそこには向かわないね、キスは。やっぱり少し水面下20センチぐらいのところずーっと逃げてった。ウグイでも何でもいいぞ、海で釣るだけが魚釣りじゃないからねやっぱり川の真ん中身を筋に向かって投げるんです。あ、あっ、あっ、あっ、うわー、キスだった。お筋に向かって投げるんです。あっ、うわー、うん、こんなあんなアクティブな、映ってる、ひょっとしたら。いや映ってないっす。すごいチェイスして、パーサーってすごいな、このキス。なんてこったい。キスチスして水面でバシャーってやるの俺初めて見たよ。乗らなかったけど、いるんじゃん。わ、ボールした。
かにしなくて。お、食った。なんだこれ。ちっちゃいぞ。キスかな、また。お、お、お、急に引き出したぞ。お、急に引き出したぞ。バレるなよ。お、なんだなんだ。あ、でかっ、でっか、嘘だろ。尺にすぐ近いぞこれ。でっか、嘘。ちょっと待って。何よこれ。うわ、でっか。うわ、やめてやめてやめて、これ、うわ、やめて。すごいな、美しい。すごい、ダブルフックバッチリかかってるこれ。ちょっと何このサイズ。これすごいよ地球さん、この釣り。ごめんなさい、ちょっと手ぶれしちゃった、笑って。いいで、あー、すげえ。キスミちゃん強いなと思ったら、でけえんだもん。こんな引きするからね、イグイだと思ったよ。うわー、あー、じゃあ写真お願いします。はい、これね、渓流の釣りってさ、こうやってね、水の中でこう撮影するんだよ。ほら、こうやってね、美しいでしょ。ほら、うん、パールピンクがすごい。おお、元気元気。さあ、お帰りいただきましょうか。台所へ。やばいです今日。ま、僕も未経験の釣りになってる。何が起きるか分からんぞこれ。たまげたな、でっけえよ。地球さん、はい、なんと格闘してんですかそりゃ。何ですよ。川ですよ、ここ。川ですよ、川。川だよここ。さっきから3回もエラー洗いされましたよ。銀ピカですね、これ。すごいじゃん。やったね。やりましたね。何が釣れるか分かったの。映像撮ってないけど、さっき、あ、俺のもそっちだったかもしれない。こっちですね、多分ね。うん、よー、怖い怖い怖い。キスが釣れて、キスが釣れて、ウグイ釣れて、九州サーモン。すげえ。
かねえ。死ぬかと思ったけど、ああ重たい。ランディングツール持ってこいよって。いや、ちっちゃいのしかいないと思ってるから。もう川だよ、清流だよこれ。ほら。抜けないサイズじゃなかったね。まあ、針がね、多分伸びると。はい、さあどうでしたか皆さん、ナッツジグを主体にしたねお手軽ランガンゲーム、魚種にこだわらずロケーションにこだわらず淡水域から海水域までね何でも釣ってやろうというか釣れちゃう釣れてしまうナッツジグのね釣りを今日は見ていただきました。また今回の企画の中でまた違うエリアでハゼを狙ったり、ハゼちょっとまた出来やすいでちっちゃいから今回間に合わないかもしれないけどね、キスは、今日は長崎に着きますので次はちょっと宮崎あたりでやってみようかな。あっちのねキス域はねコトヒキがたくさんいるからねそれもやってみたいなということでね。で場合によっては、磯エリアでは闇旗とか赤旗とか大門旗をね、釣ってみようかなと思います。はい、では今回はこれで。ナッツ5グラム5グラムです、はい、あ、来た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 、フォールで来ましたね、当たってたフォールで、おフォール、チビモンだ、ショーモンだ、ショーモンでしたね、いいやりました。だいたい一巻き75個やかな。よし来た。お来た。巻いてるとこと下に来たよって。ああ来ました。こいつはちょっとバツ持ちしろって言われても嫌な感じのやつですね。闇だ闇だ。うわ腹がすごい。すげえ産卵期なんだ。あそういうことか。ああ重い重い。まあまあになってるよ。うん、おおかしいな。おすごい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 。これ何ですか。うん、なんか違うね。何？チーム？いや、ダツ？うわ、バラクーダ。バラクーダ。バラクーダ。二、四、55、56あるよ。なるほど。50オーバーのカマスだよ。すげえ。これも地球さんが釣ったカスの、もうカスって言っていけないけどボコボコにギザギザになってるナッツ自分のトレブル、ほとんどメバル表層直下についてるんでこの 3.5 をレンジが合いさえすればナッツでもワームでも一緒です。ほらほら漁獲もう漁みたいな釣りしてるぞこれ。ふりフォールか巻きか、よし止めたら食った止めたら食った、よしいやさすがジボティガイドは素晴らしい。おーっと当たる当たる当たるかな、おすごい、よし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 楽しいこれは楽しい。イワシがベイトになってるんですけれど、うん、そういう状況だといいですね。すごいいいです。もし、今バイトしましたね。おいたたた、来た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 。ほらほら、ほら釣れた。ほら、こんなクリークみたいなとこで。ほら、ナットジグ 1.8 グラム。よかった、動画が撮れた。
釣れてるじゃない。オセ釣れてるじゃない。俺ゴミが引っかかったんだ。バッコリ持ってましたよ今。ハゼ、カゼ、ハゼ。おお。へえ。うわ、メガネ開きます。お、食った。なんだこれ。おおお、急に引き出したぞ。お、なんだなんだ。あ、でか。すごい、ダブルフックバッチリかかってるこれ。ほら、ほら。ほら。キスが釣れて、ウグイが釣れて、九州サーモン。ナッツです。ちょっと早巻きして止めてフォール、あ、食った。よし、そういうことか。よし、食ったよ。早巻きしてフォールで食わせる感じね。見えた見えた。あ、しかもいいサイズじゃんこれ。あ、剣先だ。あ、いいサイズ、いいサイズ、普通にいいサイズ。ほら、いいサイズ。いやー、ナイス。ナッツです。こんな感じ。まあナイトゲームなんだけど、このナッツジグを使ってね、まあ大きなメバルはいないんだけど、ここはね15センチから20センチぐらいで、まあ、どんな反応を示してくれるのかちょっと試してみます。スローリトリーブ、デッドスローに近いぐらいかな。浮いてやる気がある子がいてくれれば、まあ普通に食ってくれるとは思うんだけど。よし、食った。おお、来た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 。あう、外れちゃって。うわー、かわいい、かわいいサイズ。こんなんだよ、こんな。ほら、手乗りメバル、かわいいサイズ。だから本当に別にテクニックも何もいらないよ。ただ巻いてりゃ釣れるっていうね。うん、巻いて巻いて。よし、食った。食った。お、いい感じで曲がってます、竿が。バーブレスなので手
テンションを抜かないように速やかに巻いてくる。ズタッラッ、よしいい感じじゃない。ちょん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 、テンションフォール 1.8 ナットで釣れるか。よし、食った。あー、すっぱ抜けというか口切りだな、これ。まあね、トレブルフックでアジ釣ろうとするとあるあるですね、やっぱりね、アジってジグヘッドが一番向いてるよね、釣りやすい。ジグヘッドをね、ちゃんと針が上向いてくれるので、でフック全体がワームとしてに口の中でスパッと入ってくれるからしっかりかかるんですけど、ジグにトレブルフックだと吸い込みがね強くない時はなかなかメタルジグ全体が口の中に入んないので、針先だけがねこの横口にかかっちゃうと口が薄いからすぐね切れちゃいますよね。よっしゃ、来た。チャイムがね釣れる合図ですよしよし、おお、さっきよりサイズアップしたんじゃないか、アジが。よいしょ、いいえ、まあ似たのもんかやっぱりいたよ。今度ほら丸飲みだ、見えるかな。お、丸飲みでもないか、映ってっかな、大丈夫だね。ほら、押した。おお、ヒットしたぞ。ボラではなかった。なんだこいつ、ネット堤防の先端なんだ。とりあえず姿だけ見てみようか。結構でかい魚かかってるよ。シーバスか、マルか、マルだな。へい、よし、リリースしよう。あ、疲れた。すげえ、こともないのか、聞かなかったな。これはなんだ、すげえ、すごい綺麗。何、ブルー紫にちょっと濃い紫の縁取りスポット、全体的に。あ、よし、だ、強っ、すげえ、いきなり、あ、強い強い。なんだこれ、全く色が違う、黒いぞ。あ、これ前釣ったことあります、これ。え、青の目、青の目、青の目旗、でかいね、この青の目は。いい魚、ボトムからね、巻き始めてすぐ
ですね。何旗でしたっけ？青の目旗。綺麗だよこいつね。ね、これも大きくなるんですか？もうあともうちょいぐらい。あ、もうちょいぐらい。ほぼ最大ですか？いや、うん。わあ、でかい。これ寿司やれた。マジマジマジ。バラ旗。へ、綺麗綺麗。紫ピンクのようなヒレの先が黄色で、これも好きな魚、すごい綺麗。僕はとりあえずナットジグにね、テールマッカズリーをトレーラーでつけて、こんなセッティングで、あ、来い。来た。ああ、強いのこいつ。これはこれ思ったより強いぞ。バッチリです。おお、いいじゃんいいじゃん。ね。よいしょ。でかいじゃないか。でか、こんなシャボにこんなでかいのだった、はい。でかいのいるんすよ。でかー。綺麗。いきなり一匹目からいいのですよ。ジンベエの船長、岩崎凛太郎が、はい、なんだかあの大和さんの番組でシロアマダイというね、非常に珍しい魚釣ってたんで、あ、俺も釣ってっていうか食べてっていうのがあって、はい、これジンベエ、はい、ジンベエ書いてない、アッコマークがジンベエに乗ってます。ナッツジグのこれヘビーゾーンのやつだけど、 25g のこれぐらいがちょうどいいかなって感じなんで、はい、まあ、ちょっとこんなタックルで釣れるかどうかわかんないけど、遊んでみます。はい、わずか 1% にかける男たち。おお、おお、お、来たぞ来たぞ。よし、乗った乗った。よし、乗った。よし、ドラッグクリックが欲しいよね、こういうズズズズっていうだけで。結構冷静ですね。なんだ、ナッツジグのね、25g、 クロアビ。なんだこれ、最初グニョンって言ったけどね、その後こっち行ってた、多分コウイカとか。コウイカ。さすが、そんな謎ジグ。お、横に走ってるんですよこれ。ほらほらほら、なんだこれ、餌のでかいやつ。コブ。ああ、本物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 。これシロアマダイですよ。シロアマダイですよ。これ何、これ大学の話の白浜ないですよ。小舟でしょ。皆さん、僕さっきも言ったと思うんですけど、うん、この魚持ってる人しか釣れないんですよ。ほ、持ってる持ってる持ち持ってる。いや、嬉しい。よし、カモン、おーし、来たナイス。ひらめきついてきてすぐ釣れるという。おう、まあまあじゃん。ナットひらめ、ナットひらめ。なんでもなく。おお、地球さん絶好調。ダブルヒット。おお、いや、本日はこれ向け終了レベルだよ。おや、まだ大きいの釣りますよ、俺は。最高。かけた。うん。バレた。バレたっていうか、切られた。切られた。うん。おーし、来たー。おし。なかなかのサイズ、多分。おお、でかいでかい。お、でかいでかいでかい。おお、ナイスタイ。やったー。やったー。うん。やったー。ナットダイ。ナットダイ。これがいいじゃん。ナットスリム45g。おお、がっつりかかってるね。そうですね。そしてそれにネクタイシロで、僕逆付けにしました。なんか船長さんがね、動きがね、あと平らに反応良くて、うん、ちょっと動きを抑えようかなと思って、ほうほうほう、リトリーブの逆付けの方がいいかなと思って。なるほど。待って、よーし、乗った。あ、来たー。
あのちょうどティップがうまい具合に入って、それが仮に近かったけど綺麗にかかってくれましたね。おで、ナッツオンの 65g を使ってみました。キャスティングで狙います。一発で食った。おーオーモン、オーモン、これサイズいい。あー強いな、グッサイズ。こんな感じ。変わってますね。謎ジグ、謎ジグ、あ、ジグに分類される。 MAZZO ナッツジグ。小木くんくくなってる。非常に分かりやすいですね。はい、あ、そっちからちょっと見てみるんですよ。よいしょ。はい、ここ。泳ぎますね。来た。なんかでかいぞ。ガリテール曲がってますよ。おお、でかい。よかや泣かねえ。よかですね。よかや泣かねえ。大分だもん。大分関係ないか。ね、まあ、どんな感じで釣られたんですか。いや、もう普通にボトムから、もう謎ジグの釣り方、ボトムから巻くだけ。巻くだけ。ゴゴゴって来て乗らなかったから、そこからガチ切って落としたら、ゴゴゴゴゴって落ちながら食うから、これ食ってるわ。いやー、待望のサビアで、いい思わた。上がってくるかな。でかい。イエーイ、いいじゃん。ちょうどいいぐらいのサイズだね、このサビアで遊ぶのに。よいしょ。太鼓がある。素晴らしい。一人で。ナッツォ。ナッツォ強いじゃないか。ナッツォ。すげえな。人がすごいのか、人がすごいのか、両方。お尻ブリブリ振るとこがいいのかもね、やっぱりね。おや、いいわ。うーん、嬉しい。最初イカが捕まえてたんだ。捕まったね。うん。何度か。おやったー、俺は嬉しい。すごい。しかもいい方。俺大物より嬉しい。マジで。あ、見た、謎ジグ。すっごい。どんどん釣れるぜ。めちゃくちゃ嬉しい。これ嬉しいな。あるよ、こんなこと。ないでしょ。嬉しいな。すごいな。これすごいね。すごいです。わー。これをルアーのターゲットにできたらマジですごいですよ。狙っても釣れないんだけど、でも釣れるってすごい。見てこれこれ。やっぱこういうのにやっぱ寄ってくるんですよ、カワハギって。寄ってくるよね、キラキラキラにね。だからこのちっちゃいブレードを聞いてるのは間違いない。これはちょっと可能性を感じますね。
これユウスケ参ったらさすがに。